クロニンはニューヨークを拠点とする多国籍企業、コルゲートパームリーブ参加のホーリーヘーゼルがダーキーの英語名で販売している歯磨き粉である。アジアでは2010年代以降もこの商品名のまま発売されている。もともとこの歯磨き粉は1933年に上海で設立されたホーリーヘーゼルケミカルカンパニーが発売を開始した商品である。 1985年に、コルゲート・パーモリーブが、同社の株式50%を取得し、参加企業とした。クロニンという商品名に当てられていた英語である、ダーキーは、特に、イギリスやアメリカ、カナダなどでは黒人を意味する、無別的な表現である。商品パッケージには目を見開いて笑う黒い肌の男性キャラクターが描かれ、さらに、シルクハットと、片眼鏡。 冒体という衣装のため、容易に、ミンストレルショーを連想させる。実際、ホーリーヘーゼルによるクロニンの商品パッケージは、アメリカの歌手で俳優のアル・ジョンソンのパロディだった。アル・ジョンソンは、ミンストレルショーに出演し、その黒塗りの顔によるパフォーマンスで人気を博した。彼の白い歯も、クロニンのブランディングや、ロゴデザインのアイデアにつながった。1985年に、 コルゲートパームリーブがホーリーヘーゼルを買収するとこの商品名には大変な批判の声が上がり1989年に同社の最高経営責任者ルーベンマークが陳謝するとともにこの歯磨き粉の英語名をダーリーに変更したパッケージデザインも変更され誤解を避けるためにシルクハットをかぶった人種的に曖昧な男性キャラクターとなったしかし中国では 商品名の存続を消費者に訴える黒一木箱は黒一木箱のままですという広告キャンペーンまで行われ実際にこの商品名のまま発売中止になることはなかった。クニンのブランディングに影響を与えたアルジョンソンアジアではこの歯磨き粉の名前が部別的だとは受け取られなかったためコルゲートパーモリーブは中国、台湾、インドネシア、マレーシア、シンガポール ベトナム、タイなどでは販売を続けた。一方で、同社はこの商品はアジア以外では販売しないともアナウンスしている。2020年、ジョージ・フロイドの死をきっかけとして、黒人をロゴやイメージにしたブランドが人種的ステレオタイプとの批判を受けて、見直しが相次ぐ中、コルゲート・パームリーブは中国5名とロゴを見直すことを明らかにした。 クロニンは2004年のモキュメンタリー映画 CSA カンフェドレッドステーツ・オブ・アメリカにも登場する。作中の改編された歴史に登場するフィクションのブランドのはずがエンドクレジットで実際の商品だということがわかるのである。クロニンの本来のフレーバーはミントのみで他のフレーバーは子供向けの商品ラインアップである。1989年の時点でクロニンは 台湾市場では75%のシェアを、シンガポールでは50%、マレーシアと香港では30%、台湾では20%のシェアをそれぞれ持っていた。ありがとうございます。